7月に開催された四大陸フィギュアスケート選手権のアイスダンスにおいてアジア人として初となる銀メダルを獲得したカナダイこと村元哉中選手、高橋大輔選手組。その感動と興奮は未だ冷めることを知りません。スポーツ専門チャンネルの J スポーツでは2人のこれまでの大会での演技が放送されており、現在までに四大陸選手権のリズムダンスとフィリーダンスが放送。今後エキシビジョンや日本歴代最高得点を更新した11月のワルシャワ杯での演技が放送されるとのこと。四大陸選手権でのリズムダンスソーラン節&ことの放送では、解説者が転倒はあったが全く影響がなかった。それに今シーズンのストリートダンスリズムという課題に対するアプローチが斬新だ。彼らに備わっている全てのものが引き出されている。このアプローチの仕方は我々の想像をはるかに超えている。さらに一つ一つの動きが全日本の時からよりパワーアップしていて、二人が自信に満ちて滑っていたという印象。二人の動きもこのテーマをよく表しているとカナダイの二人を大絶賛するコメントが。また演技後には、昨年の時点ではふらついていたリフトにも安定感があり、ステップも二人が極限まで近づき、日頃のトレーニングの成果が出ていることなどについて言及。さらには、12月末の全日本選手権後の1週間で、各要素の見直しも行っていたことを明かしていました。そんな、素晴らしい演技を披露し、大きな成果を上げた、カナダイの二人が1月31日発売の雑誌アエラのインタビューで、その喜びとともに3月のフランス・モンペリエで開催される世界選手権やその後についての思いを語っています。二人は今大会での結果について、2年でここまで成し遂げたことはすごいことだと思っている、想像していたより早かったけれど、ここからがスタートだとも思っていると、嬉しさと悔しさが入り混じった素直な気持ちを明かしています。また、全日本選手権で小松原夫妻組に敗れ、北京オリンピック代表に選出されなかったことについてや、わずか結成2シーズン目で世界を目指すことになると思っていなかったこと、さらには予想を上回る結果に満足していることなどを赤裸々に語っていました。四大陸選手権での演技の再放送や雑誌のインタビュー記事などが報じられると、多くのファンからは喜びの声が SNS 上に溢れていました。雑誌アエラのインタビューについては前半部分が公開されていますので、その他と合わせて詳細をご覧になりたい方は説明欄の URL からどうぞ。
Thank you.